疲れした。うっす。終わった。終わった。よっしゃ。さあファイナル。はい。10月22日、はい、渋谷伝うオーイーストのツアーファイナル、今、はい、まさに終わったばかりということで、はいはい、もうね、これを見てる皆さんはもう知ってることかと思いますけれども、うんはい、来年結成20周年イヤー、はい、スクービードゥからの2大発表ということで、はい、まず4月1日に、うん、今まで俺たちが所属してきたレーベルの、はい、レーベルまたぎ、うん、全レーベルから、うん、そう音源を選んで作ったオールタイムベスト、はい、その 4×20、はい、これが4月1日リリース決定、うん、そして第2弾来た2015年、はい、10月4日これもねファンキー4の日にしました。お、ね、10でドゥドゥな感じだし、うん、4はファンキー4だし、うんうん、それでファンキー4の日に日比谷野音での、はい、結成20周年記念ライブ、その名もダンスホール野音、はい、決定しました。えやった今ね、はい、これをさ発表してライブのね、はい、最後にさ発表して、うん、でみんながさ、うん、来てくれてプラスワンもみんながめちゃめちゃ喜んでくれて、うん、嬉しかったねあれね、うん、リアクションなかったらどうしようかと思って、ね、ないってことはないと思うんだけど、うん、なんか俺たちが想像してたよりもそうですね、なんか何倍以上ものね、うん、予想してなかったやつが来て、これは2015年もいい年になるなと、はい、これも決まったなということで、2015年俺たちの結成20周年イヤーはファンキー4プラスワンマンの年にすると決めましたんで、はい、来年も騒がしくやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。つうわけでね、うん、今日この放送というか映像を見てる人は、まあ、2015年を迎えてますから、はいね、改めてね新年の挨拶で、一応行ってきましょう、はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ということでね、年も改まったところで、はい、これはこのタイミングでね、このタイミングで段取りちょっと余裕もなかったんで、それで今日このね映像でまず日比谷野音決まったじゃないですか、はい、でそれのこう重大な発表をこの映像コンテンツを使って、うん、10月4日までいろいろしていこうという、はい、計画なんですよ、うん、長期的にね、長期的に、はい、長期的に1年かけて、はい、でやるんで、早速今日は第1弾ですから、はい、その重大発表ね、その野音、日比谷ダンスホール野音に関しての重大発表があるということで、じゃあこれはマネージャーの、うん、はいはい、今度モビー拓也さんの方から発表してもらっていいですか、はいはい、本日この映像公開スタートして1月8日、うん、22時にですね、ダンスホール野音のチケット詳細を発表させていただきました、うん、まずはですね初めての試みでございます、うん、プレミアムシートチケットというものをですね、うん、ご用意させていただくことになりました。こちらほぼ最前ですね、最前からもう、うん、1、2列目も3列目ぐらいで、うん、必ずそこのチケット確保、うん、プラス、うん、お土産、うん、お土産ついちゃう、非売品、うん、スタッフしか着れない、うん、スタッフですね、うん、スタッフ懐かしいねしか着れない、うん、これもそうですね、広いしね、T シャツや、うん、T シャツやパンフレットですね、はい、パンフレット、はい、これもこのままついます、うん、ついちゃう。そしてなんとなんと15時15分オープンなんですけど、その15分前に来られる方は、うんうん、我々と野音のステージで記念撮影ができるんですね。なるほど、はい、あだから野音がそのオープンしたする前に入れちゃって、はいうんうん、なおかつ俺たち4人と、まあ、記念撮影その日しか撮れないね、はい、野音のステージで記念撮影はなかなかできないから、ね、ステージの上です。これはいいじゃないですか、はい、まさにファンキーフォープラスワンモアメモリアルな、はいうんうん、こちらもう枚数超限定、うん、いろいろこう計算したりするちょっと頑張りました頑張りました。ああそうですか勉強しちゃった。そうですか、言うとこ1万円ジャストでですね、1万円ジャストでご用意したいと思います。こちら、1次選考ですね、
オフィシャルホームページ一時選考のみの受付となりますので、うん、ご注意ください。そして、うん、いわゆる一般席であります、うん、ファンキー4チケット、うん、こちら一般前売り指定席でございますが、うんうんうん、こちらは、まあ、ファンキー4ですから、うん、これもねグッドで押さえすぎました、うん、値段の方ですか、はい、あそうですか、ありがとうございます。お高いんでしょ、誰なんですか、ね、お高いんでしょ、マネージャーですね、いい席だとお高いんでしょ、はい、ねえ、前の方だとね、うん、ファンキー44が4つで4,540円。ああ、はい、安い。いや安いね、何と比べてか分からないけれども、はい、ああああ、その他ですね、うん、これは詳細はあのホームページを見ていただければと思うんですけど、うん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 、プラスベイビーチケット、おプラスチャイルドチケット、はい、そして、はい、そしてプラスワンモアチケット、うん、はい、こちら各種ご用意してますので、はい、いろいろあるんだ、いろいろあります。プラスベイビーチケット、そんなあの渡辺ベイビーさんがついてるわけじゃないですじゃないよね、いつでも嬉しいな、嬉しいけどね、嬉しいですね、それまた争奪戦になっちゃいますから、うん、まあ、プラスチャイルドチケットはいわゆる、小学生券、うん、大人と一緒に買えるってですね、なるほど、連番で買える、はい、詳細はそこら辺のね、はい、ホームページをチェックしてもらえればということで、はい、そうです。そして、まだ一時選考ですね、うん、ファンキー4チケットを、うん、お申し込みの方の中から、うん、抽選で、なんと、うん、4名様に、何ですか、何、何、4を1つ削りました、444円でチケットを買えるお年玉プレゼント、あらまあ、はい、そんなことが、うん、なので、ぜひですね、一時選考、オフィシャルホームページ一時選考、1月10日、うん、正午、抽選でスタートでございます。なるほど。俺も申し込んでいいんですよ。いやいや、やるからね、やるからね、やるから、申し込むことはできる、はい、申し込むことはできるけど、1月19日の、うん、夕方まで受付となりますので、まあ、抽選なので、うん、先ほどではないから、うん、その期間に申し込んでいただければ、はい、厳正なる抽選の結果、ね、はい、大規模、大規模まで、うん、受け付けますので、なるほど、はい、まあ、チケット詳細は、うん、しっかりそれを詳細、ね、ホームページ見てもらって、はい、申し込んでもらえればと思いますけども、はい、だいぶね、うん、このお年玉チケット、いい、そうです。4,540円の値段といい、うん、これだいぶあの当日までモビーに泣いてもらわないとっていうところがね、はい、ドラムセットがもうパスドラだけになってるところもね、そういうところでありますので、ぜひこれはもう皆さん来てほしい、プラスワンモアとファンキー4 の, あのメモリアルのね、うん、そんなお祭りにしたいと思ってますので、一時選考でね、はい、もう10月4日の予定も決まってると思うんで、俺たちももちろん決まってるしね、これ見てる君も決まってると思うんで、その一時選考でもお年玉チケットも運試してね、うん、これ申し込んで おいていただいて、安心でね、この1月を過ごしていただければと思います。というわけで今日はこんなところですね、はい、今日はこんなところ、随時情報をね、うん、このチャンネルで、そうね、このチャンネルやホームページや特設サイトなどで随時いろいろ発表されますので、そちらも期待しててほしいということで、結成20周年や2015年はファンキー4プラスワンモアの年にしたいと我々は思ってます。今年もよろしくお願いします。以上、スクービードでした。